はい、えー、毎日一日一冊読んできて、えー、今300日目に今年はなるんですけども、えー、直近100冊の中から、えー、これは絶対読んで方がいいんじゃないかなと、個人的に思う10冊を紹介しようというふうに思っています。えー、まあそんな感じで、えー、3回目になるんですけども、まず最初の1冊目は、えー、本を読むときに何が起きているのか、ピーター・メンデル・サンドです。 この方は、あの、僕は、正直存じなかったんですけども、えー、海外で有名なブックデザイナーということで、えー、が出された本です。で、まあ、タイトル通りなんですけども、本を読むときに何が起きているのかってことに関して、なんか僕らってそんなに、ね、そのこと自体に、 えー、何か思うことはなかったような気がするんですけども、この本は、えー、本を読むときっていうことを本当にちゃんと読んでるみたいな形でですね、例えば、えー、バニアウルフの東大絵であったりとか、まあ、様々な古典名作ガイドを、えー、紐解きながら、えー、紹介していく本です。まあ、かなりビジュアル的な本なので、ただページをめくるだけっていう意味では本当にすぐ終わってしまうんですけども、まあ、その中で、えー、あなたはこの本を読んだときに、 まあ、いわゆる映画化なので、その俳優のイメージで読んでいませんかとか、この本の中の描写っていうものは、えー、ここにえらいこだわってますよねとか、なんかそういったこう、えー、本を読むっていうことを一つ一つ、えー、問いを立てていくっていう意味では、えー、すぐ読もうと思ったら、えー、すぐ読み終えるんですけども、でも印象にすごく残っていて、確かにこう、この本を読んだ後に、いろんな本を読んだ時に、 自分はちゃんとその本を読めているんだろうかってことが、いちいち気になってくる本だったりもします、あと、まあえー、デザインというか、ね、その本自体の,その、えー、カバーではなくて、想定ではなくて、ページの中の、えー、デザインなんかも、本当確かにブックデザイナーって形でかなり凝っていますので、えー、フリーペーパーとか、ね、ジンとか、そういうい手作り本を作っている人にも、ぜひお勧めしたいなと思っています、1冊目、本を読むときに何が起きているのか。 はいえー、次は2冊目です。えー、2冊目は、えー、世界文学を読みほどく、えー、池澤夏樹さんです。いやこの人といえばですね、僕が好きな本でちょっと別になるんですけども、えー、ステルライフっていう本があります、えー。この本は本当に冒頭が素晴らしいと思っていて、ちょっとだけ読ませていただきますと、ステルライフの方なんですけどね、池澤さんの、えー。この世界が君のために存在すると思ってはいけない。世界は君を入れる容器ではない。 世界と君は日本の木が並んで立つように、どちらも寄りかかることなくそれぞれまっすぐに立っている。君は自分のそばに世界という立派な木があることを知っている。それを喜んでいる。世界の方はあまり君のことを考えていないかもしれない。っていう冒頭の文章があるんですけど、この、ね、本がすごく好きな方なんですよ。 で、まぁ、あ、えー、ちょっとまああの、いきなりずれちゃいましたけども、まあそんな池澤さんが、えー、京都大学の学生に向けてですね、えー、世界文学、この人はあの、翻訳者としてもすごく、えー、力のある方なので、そしてがあの、2003年に京都大学の学生向けに行った7日間の講義を編集した本になっています。それが世界文学を読みほどくって本なんですけども、まあこの本はね、なんかあの、世界文学っていうと個人的には好きなんですけども、やっぱりあの、とっつきにくい部分があると思うんですよね。 まだやっぱりその国ごとの背景とかそういうものを理解しないとなかなかわからないところが正直あると思うんですけども、まあ、それを、えー、池田さんが、えー、様々なね、有名な世界重大傑作というものを、えー、題材にしながらですね、えー、この、は、まあ。 こういうところが面白いんだよって言ってくれる本なんですけども、基本的にカタリック調えー、講義ですね、学生に向けた講義というものの解剖口調でやっているので、非常に読みやすく、かつなんか、えー、結構ユーモアとか雑談混じっているので、えー、面白い本です。 え僕は、あの、そうですね、世界文学は結構好きだと言いながら、なかなか、あの、自分がまだ、ちょっと避けている。多分知ってる人は知ってると思うんですけど、ユリシーズとかね、100年の孤独というものにちょっと僕は今手が届いていないんですけど、この本ではそこのあたりの解説もしていて、ちょっと挑んでみようかなというふうに思ってました。 なので、えー、やはりあの小説とか、まあ、日本文学好きな方って多いと思うんですけど、ちょっととっつきにくいなっていう世界文学に手を出そう、手を出そうと思った人は、えー、なんかその前の、えー、元気づけというかね、ちょっとしたあのー、えー、ものとして、まずこれから入っていただくと非常に入りやすいんじゃないかなと思ってます。なので、まあ、著者の不安はもちろんなんですけど、えー、世界文学好きや小説好きの全ての人に、ちょっとこの本をお勧めしたいなと思っています。 えー、2冊目は「司会文学を読み解く」です、えー、3冊目となります、えー、3冊目は繁栄、えー、マット・リドレイさんっていう方です、えー、この方は僕はこの本で初めて知ったんですけどもいやまあなんとこう欧米の方っていうのは基本的に、えー、いや、僕の本当と主観なんですけど、えー、何かポジティブな えー、考え方をされている方が多いと思うんですけど、えー、まさにこの本は、えー、人類10万死にわたって、えー、悲観論に対して反論しているというか、えー、合理的な楽観主義者と言っている、えー、著者がです、ねえー、一つ一つこう反論していくって本だったりします。 本当だからスケールが広いし、ページ数も多いんですけど、でもなんか、うん、だからといって読みにくいわけじゃなくて、確かにこう、ずっと文章としてはその悲観論者ですね、根拠のない悲観論者という人たちに結構怒っているんですけども、なんかそれに対してあの、えー、ちょっと古典になりますが、あの、大衆の反逆っていう本のあの、オルテガイ・ガゼット、ほんとページから、 ページの最初から最後まで起こっているっていう、ある意味では稽古な本なんですけど、ま、そんなことを思い出したりもしたんですけども、なんか、その起こり方っていうのが特に感情に任せて起こっているわけじゃなくて、ええー、まあ、いわゆるこの見方次第によってはそうではないかなみたいなものであったりとか、もしくは後半の知識とかかなり持っているのは間違いないっていう方なので、なんか、あの、読みながら、 なんかこう元気づけられるっていうかね、なんかそういったところもあるので、なんか割とあのページ数の本さんの割には、そんな、えー、読み進めることは難しくなかったかなというふうに思っています。で、またなんかあの、日本についてもですね、ちょっとまだ、 えー、取り上げてはいないんですけど、あの、イザベラ・バードさんってね、最近あの、漫画にもなっているので、えー、知っている方もいるかもしれませんけど、えー、明治の時に日本に来た、こう、冒険家の、女性冒険家の方があるんですけど、その人の、えー、本なんかを触れつつ、えー、日本についてもちょっと触れていたりするので、なんかあの、あ、こんなとこに出てくるんだ、うち、日本は、って形はちょっとこの、人類10万種の中に触れられて、ちょっと嬉しかったかな、というふうに思っています。 なので、えー、この本に関してはですね、なんかやっぱりあの、なんとなく僕も感じてるんですけど、あの、こう、悲観的なものの見方する人多いと思うんですけど、やっぱり物事っていうのは、その表と裏っていうのがあって、その、どちらが正しいというわけじゃなくて、どちらを見る人が多いのかによって歴史は作られていくというふうに僕は思っているんですね。そう思ったときに、この繁栄っていう本が、だから正しいとは僕は言わないけども、なんか、 えー、やっぱり読んでみる意味は絶対あるんじゃないかなと思います。で、このマット・リィズレさんってあの、今もご存命で、この本を読んだ時に著者に興味を持って、えー、インタビューとか見させてもらったんですけど、そういった意味でもなんかあの、非常に、うん、あの、知見のある方なと思ってるので、なんかチェックされてもいいのかなというふうに思っています。えー、3冊目、繁栄でした。4冊目は、 えー、4冊目と言いながら、まあ 2, 本えー、2冊セットなので、えー、紹介します、えーっと。失踪する自画像と、えー、リリカルな自画像ですね、えー。岡本太郎さんが書かれた本です。で岡本太郎さんというと、さっき僕映画で太陽の塔というのを見に行ったりもしたんですけど、やっぱりファンの方も多いとは思うんですよね。 ただ、やっぱりあのー、ほ、本当にこうね、技術の爆発ではないけども、影響力が本当にある方なので、やっぱり、なんなくそういうポジティブというか、なんかこう変わった人とか、とにかくエネルギッシュな人っていう方が、 え、多いんじゃないかなと勝手に思ったりもするんですけども、えー、なんかそういった、えー、太郎さんの内面というか、そういったものがわかる本なので、この本は、えー、太郎さん理解っと時に、まあ、いろんなね、解説も出てますけども、ぜひ、太郎さん自身が書いてる本なので読んでほしいかなというふうに思ってます。えー、中身は、えー、太郎さんの、いわゆるあの、えー、生まれてから、えー、ヨーロッパに留学して、えー、まあ、いわゆる若彼氏くろの太郎さんですね。 っていうのが、まあ、上官部分になりまして、それがディディカルな、ごめんなさい、失踪する自画像の方でですね。で、そこから帰ってきて、まあ、戦争に行ったりとか戦後っていうのが描かれるのがディディカルな自画像の方なんですけども、まあなんかね、その、やっぱり太郎さんの変化が感じられるんですよ。あの、特にあの、若かりリの太郎さんってやっぱり家庭であったりとか、えー、まあ、ヨーロッパで、 なんかこう、まあ、幻想的に描かれているから、あまり具体的には描かれていないんですけど、何かこう、ね、あの爆発する前の太郎さんっていうのは、こんな感じだったなって分かってくるし、逆にあの、ディリカン自画像った時に、彼はやっぱり戦争で、ね、一、兵卒として戦って、まあ、その時の体験のことは絶対言わなかったらしいんですけど、なんかその後に太郎さんがなぜこういう変化を遂げて、えー、怒って ているのか日本に対してであったりとか、社会にして怒っているのかとてことがすごく伝わってくるので、えー、ぜひ読んでほしいかなというふうに思っています。あとね、この本はね、後書きが、あのこれもなくなられてしまったですけど、岡村敏子さんなんですね、そこも含めて、なんかこう、ちょっと読み合ったあまに、まあ、理解も進むし、ほっこりする部分があるので、なんか、あの、えーね、太陽等が今、一般公開されて、 再度公開されたりとか映画とかやってますけど大応とだけで終わるんじゃなくてちょっと岡本新さんのことを知ってもらえたらちょっと嬉しいかなというふうに思っています4冊目は失踪する自画像とリリカルな自画像でしたはいえ5冊目は「隣のイスラム」になります、えー、この本はやっぱりねあの結構不安も多い なんだか僕もあの、結構気づけば選んでる気がするんです。三島社が出している本なんですけども、いやこの本はうちで読書会もしたんですけども、いい本だと思いました。えー、出たのは2016年とちょっと前になるんですけど、まあ、イスラム国であったりとか、えー、911以降の、まあ、イスラムがなんとなく怖いと呼ばれてたりとかっていうものに対して、えー、いわゆるまあ、研究者や著者が、えー、40年近くイスラム社会の、 えー、方と付き合う中で感じた。でもその絶対的といえば、その身近に感じたイスラムっていうのを隣のイスラムって方で紹介してる本なんですけど、いや、本当になんかいろんな意味で、えー、気づかされたっていうところ、見透かされて気づかされたっていう感じですね。まず気づかされたって、見透かされたっていうのは、なんかイスラムってやっぱり僕は、えー、 正直言うとちょっと、えー、怖い。それはあの多分イスラム国と,国とかっていうイメージだと思うんですけど、そういうこうイメージがあったりしたんですけど、それをまず指摘されていたりとか、あと、えー、イスラムの方の文化っていうのが、やはりあの、なんとなくあの、えー、ね、これもあの、この本を読んで気づかされたんですけど、いわゆるあの、西洋社会ですね。西洋、あの、欧米とか西洋社会の、えー、見方っていうのを本当に影響を受けてしまってるのかなと思うんですけど、何か、 こう絶対的な神様に抑圧されていて、なんかこう、大変そうだなと、不自由だなっていうふうに、やっぱり思い込んでいたてとか僕はあるんですよ、でそれに対してえ、冒頭の部分でと思っているだけだろうけども、えー、そういうもんじゃないよってことを言っていて、それが本当に柔らかく書かれているので、なんかあの、えー、素直に受け止めることができた本かなというふうに思っています。でまあ、そのの中で、ねあのー、思うのが そうですね。あの、まあ、美術とか哲学っていうものを、まあ、えー、個人的に好きで、えー、ま、読んだり話したりする機会があるんですけど、うん。やっぱりイスラムの宗教が本当にこう、15、六6億人、あの、もっと増えてるかもしれませんが、増えていくって言ったときに、あの、まあ、この著者は言ってるんですよ。なんか、争いじゃなくて仲良くやっていきましょうですよ。え、そういったときに、やっぱり理解をしないといけないってときに、えー、自分たちの、えー、いわゆるこう、固定観念、 とかもしくはそういうふうに、えー、なんだみたいなこうメ,メディアの報道みたいなことを鵜呑みにせずにやっぱり考えるべきだなという,ふうなことを本当に気づかされました、まあ、そうでなければ、ね、やっぱりあの本当にそんだけの人数の方がイスラム本当に怖くてなんか不自由だったら、ね、あのなるわけがないので、まあ、その当たり前のことから本当気づかされたところはあっていい本だなと思いました。 あと、ええー、そうですね。今、イスラムの方がそういうわけで増えているので、いわゆるハラールビジネス、イスラム金融、ハラール認証っていった言葉が、えー、私はあのサラリーマンという顔もあるので、ええー、やっぱりあるわけなんですけども、そういったことに、ね、著者は、ええー、なんかちょっと違うんじゃないってことを言っていましてですね、ええー、なんかそこら辺を本当気づかされました。なんか、ええー、そういったビジネス一辺倒とか、ビジネスとして理解していくことがいかに貧しいかってことを、 うん。なんか、あの、突きつけた気がするので、なんかこう、お仕事とかで、まあ、イスラムの方と、えー、お付き合いする方とかがいてたらですね、なんかその、えー、こっちだ、あっちだっていう形じゃなくてですね、なんかあの、もう少し、こう、えー、柔らかく人と付き合うっていう意味で、えー、この本を読んでみるのはいいんじゃないかなと思って、僕も結構周りに勧めてる一冊だったりします。えー、5冊目、隣のイスラムです。 はいえー、6冊目です。えー、6冊目は、えー、オスカー・ワオの短く凄まじい人生です、えー。ジュノー・ディアスさんの作品です。いやね、この作品はね、うーん、えーまあえー、情報だけで言うと、えー、ピューリッツァ賞と全米批評家教科賞をダブル受賞した。 もうすごく挑戦的で、えー、いわゆる挑戦的っていうのはあのマジック・リアリズムというラテンアメリカ文学と、えーね、あのそういう英語・英語スペイン語みたいなところをハイブルートしたっていうこの本なんですけど、まあ、そこは正直に言うと日本人、ね、僕はあの語学にそんな強いわけじゃないからそこはちょっとまあうんうんそうらしいって形なんですけどいやこの本を、ね、選んだ理由っていうのは、えー、まあ あの、想定を見てもらったらわかるように、ええー、なんかあの、デブッチョのね、あの、日本人的に言うと、こう、オタク。あの、でもオタクっていうのは、あの、外国で言うとちょっとかっこいいイメージなので、ナードって言った方がいいんですけども、ええー、いわゆるまあ、そういったね、モテない男の子がこう、勘違いして、っていう、こう、冒頭青春話っぽいね、なんかあの、女の子にモテたいんだけど、みたいな感じで始まるわけですよ。で、そんな話から始めるから、まあなんか最終的には、 なんかあの、えー、可愛い女の子とくっついたりとか、まあ、そんな感じで終わるのかなっていうふうに思わされるんだけど、そっからいきなりワープするようにですね、えー、あれなんで今この本こうなってるのって形で、えー、ドミニカ共和国を30年近くも支配した独裁者とのなんか戦いとか呪いみたいな話になってくるんですよ。 ここが、なんかのそのスケールに行くんだってところがすごいなと、えー、まずはびっくりします。なので本当に短く凄まじい人生行ったときになぜそこまですまじい話になるんだっていうね。結構だから、ちょっと、えまあ、激しいというか、ちょっとまあ、目を覆うような病床もあったりするんですけど、そういったえ現実と、現在と過去、もしくは、え現実なのか、それとも本当にそうなのかみたいなものの病床を挟みながらやっていく。 いわゆるマジックリアリズムと言われてる中で、えた、ー、どり着く最後ですよ。えー、特にあの、スーパーヒーローですね。えー、なんかあの、マーベルヒーローみたいなスパイダーマンとかそういう人は出てこないんですけども、でも、オスカー・ワオくんが、えー、なんか、最後は希望を持って、えー、終わる本という意味で、僕はあの、えー、そうですね、なんか、うん、えー、まさかの冒頭から、え、こんな展開になって、 え最後ここで終わるみたいな感じで別にそれがなんか突然終わるでじゃなくてなんかそうかと思わしたっていうこの圧倒感がありましたなのでそうですねその言葉的なその英語とスペイン語のハイブリッド感みたいなのがちょっとわからないですけどもいやこれね本当にねあの世界文学というか海外文学全体に言えるんですけどいや翻訳の人すごいと思います なので、翻訳者の人の努力のおかげで、これ本当にそうで、日本語ってそもそもまあね、あの、コリシサ言語って言われる、結構マニアックな言語なんですけど、えー、その翻訳してくれたおかげ,のおかげで、この本を楽しめて、かつそれで、えー、なんとなく僕がこういうふうに思えるってことは本当に幸せな一冊だと思いますので、えー、なんかね、あのー、もしよければ手に取ってほしいなという本だったりとかしています。 まあそんな、えー、6冊目になります、オスカー・ワオの短く凄まじい人生です。はいえー、7冊目は、えー、人間の建設です、えー。小林秀夫さん、批評家の小林秀夫さんと、えー、数学者の岡清さんの、えーまあ、対談というより大いなる雑談という、特にこう流れるものに進んでいくという本を紹介したいと思います。 これはね、僕あの小林秀夫さんって方はすいません。正直言うと、ウィキペディアさんであったりとか、なんか、ね、いろんなもので調べているくらいで、あの、そんなに著書を読んだことはないんですけど、まあ、岡さんの方はちょこちょこと読んでいるって感じで、この本を拝見したわけなんですけど、いやね、なんていうのかな。まあ、いわゆるあの、こう、本の紹介的には、まあ、日本を代表する地の巨人たちによる大いなる雑談って書いてあるんですけど、いや、本当に雑談なんですよ。 なんかね、すごく印象的なのが、あの、一番最初の始まり方っていうのが、えー、送り火ですね。あの、ちょっと京都の人には申し訳ないけど、あの、まあ、大文字焼きと呼ばれる、こう、あの、山焼きがあるじゃないですか。まあ、そこから入るわけですね。その時に、えー、小林さんが、えー、対談というか雑談集なので、いや、今日は大文字山焼き上ありますよね、っていうと、えー、岡さんが、いや、私はああいう人為的なものにはあまり興味がありません。 小林さん、山はやっぱり焼かない方がいいですよってうもうこっから痺れるっていうことを思いました。いや、これ何を痺れるかっていうと、いや、雑談なんだけど、非常にこう、 うーんそうですね。やっぱり批評家の小林さんっていうのはすいません。あの、不安の方には申し訳ないんですけど、やはりいろんなものをこう、受け止めながら、多分言葉を選んでいく方ではないかなと思うんですけど、えー、岡さんの場合ってやっぱゼロから作っていく人だと僕は数学者っていう意味で理解してるんでね。その時に、なんかこう、 えー、偏屈な返答かもしれないんだけど、この冒頭の文章だけで、あの、あやりとりだけで、あ、あの、立ち位置が見えるっていう意味では、なんかこう、すごいなと思いました。 で、あのー、本当にこう、仲がいい友達がね、対談してる本とかって結構あると思うんですよ。関係性が深い、ね、あると思うんですけど、いや、これはあの、おそらくそれぞれそんなに親交がないんじゃないかなってお二人が、えー、こう雑談をしていくわけですよ。文学であったりとか、美術であったりとか、えー、個性、教育とかなんかこう、いろんなことを喋っていくんですけども、なんか、うん、あのー、 そうそう、わかるわかるっていうのはこう、僕ら会話ではよく使ってしまうと思うし、特に友達関係だったらあると思うんですけど、それがないんですよね。なので、あの、岡さんと小橋秀夫さんの雑談なんだけど、何が飛び出すかわからない緊張感みたいなものが、僕は個人的に感じていて、まあもちろん本ですから、まあ、ある程度まあ編集の方とかが手を入れたりとか、こう、変えられてる可能性ありますけど、いや、雑談だけど、なんだろう、この、 えー、緊迫感、緊張感、もしくはなんかこう、次はどういう言葉が出てくるんだっていう意味では、あの、予想を超えて面白かったです。なので、まあ、僕はそう思うだけであって、あの、いやいや、お前それ考えすぎであって、まあ、単なる雑談だろって言われたら、まあ、雑談だとも思うし、まあ、一方で、うん、そうですね。 あの、知っていうものをどう捉えるかですね。まあ、例えば、哲学っていうのはフィロソフィーや知を愛するって言った時に、あの、どういうふうに問いを立てていくかってことが、本当に今、哲学の原本だと思うんですけども、何か、うん、あの、小林さん、岡さんの、それぞれに対するこの、えー、考え方っていうか、問いの立て方っていうのが、本当ね、僕的には、いや、僕は全然凡人ですけど、うん、なんか、あ、そうか、そうそう、ふんふん、っていう意味では、親切さがありました。 なので、えー、そうですね。まあ、お二人の不安は多いと思うんですけど、なんか、その、基本的な文系の巨人、理系の巨人みたいな扱い方をされると思うんですけど、まあ、そういったこと抜きに、なんかこう、うん、問いを立てること、まあ、何か妄想も含めてですね、なんかそういうことをしている人には、えー、ぜひ、昔もこういう問いの、まあ、立て合いがあったんだなっていう意味では、ぜひ読んでほしい本だなと思っています。えー、何冊目 人間の建設ですはいえー冊目です8冊目は、えー、友達幻想関野ひとしさんですねで、この方はそうですねこれも読書会のまあテーマで選んだんですけれども、うん、まさにあの、えー、友達とは何度とか友達 その距離感みたいなことを書いている本で、えー、作者が、えー、まあ、あの、名言はないかもしれないんですけども、えー、自分の娘さんに書いて、あの、娘さんね、終身期を迎えた娘さんに向けて、えー、書いた本だというふうに僕は理解しています。で、この本は、まあ、あの、メディア的にはね、あの、タミさんであったりとか、なんかいろんな又吉さんとかが勧めてるっていう本で、まあ、よく売れていて、今、本屋でも多分そういうふうな紹介があると思うんですけど、 そうですね。あの、面白かったのが、えー、面白いって言ってもあれかもしれませんけど、あの、割と、うん、あの、僕はあの毎日一冊本を読んだら感想を上げるんですけど、いや、やっぱりその反応っていうのが、やっぱり色々様々だったなっていうふうに思っています。うーん、そうですね。あの、僕個人的には、その、この作者は、えー、ネガティブというかそういうものではないような感じで書いてると思うんですけども、割と、 あの、みんな仲良くというプレッシャーに苦しんでる人って帯タイトルもあるので、なんか、みんな仲良くというものに、やっぱり、そういうふうにね、学校でこう、先生に言われたりするのすごく、ストレスを感じている人たちが、なんか、だから、自分は、えー、みんな仲良くじゃなくて、自分の信頼する何人かだけを大事にしてますみたいな感じの、こう、結構レスポンスが一発出てきたので、いやそうですね、あの、うーん、 確かにね、あのー、今、なんとなくあの、えー、ツイッター、インフルエンサーですよね。あの、ツイッターのフォロワー数がこう、すごく多いとか、イン、イン、スタグラムの、えー、フォロワー数が多いとかっていう人が影響力を持っていたりとか、まあ、それでお仕事ができてる時代なんですけども、なんかそれが例えば、その人の評価かってなってくると、やっぱそれに対して、あの、もやもやを感じる人は絶対僕はいると思うんですね。なぜなら、うーん、そうですね、あの、そういうちでやっぱり、 そのためにいろんなことをされている努力はあると思う。YouTuber も入るかもしれませんね。だと思うんですけど、でも例えば、そうじゃない生き方、もしくはそうじゃない、えー、ね、価値観を持って行動している人たちが否定される必要は僕はないと思うんですよね。そういった意味で、この友達幻想っていうものは、えー、基本的には、まあ、思春期というか学生向けに書かれていたりとか学校で悩んでる子の向けて書いている本だとは思うんですけど、でもそれが、じゃあ、 学生向け、若い子向けかっていうと、結構今の現代社会の人にも確かに届く、あのー、ね。 あの本ではないかなというふうに思いました。なので、割とあの内容は、内容というかその書いてること自体は割とあの読みやすいんですけど、でもやっぱり、えー、えうちで読書会した時なんかも結構本当にね、年配の方からこう、含めて、ほんと様々な意見が出たので、なんかあの、えー、えこの本を読んで、自分で考えるのはもちろんありですけども、なんか誰かと話し合ってみるにはいい本かなというふうに思っています。 あと、えー、このね、あのー、まね、あの、多分写真が写ってると思うんですけど、ほんの。えー、このね、帯のね、あの、裏側が僕結構、裏側というかショックで、あのー、この菅野さんって方はもう亡くなってしまっているんですけど、この帯風を菅野純子さんって奥様が書かれてるんですよ。で、この本が、まあ、長女が友人関係に悩んでた時があるので、多分そうではないかなってことを書いてるんですけど、えー、その、 娘さん自身もですね、心臓で突然死して亡くなってしまったっていうことが、この書いてある、さらっと書いてあるんですよ。これちょっとびっくりして、なんかあの、いやーね、あのー、いやーね、いろいろ考えてしまうじゃないですか。<laughs> まあ、あのー、突然死ですから、まあ、それは仕方がないと思うんですけど、なんかこう、うん、びっくりしたって意味では、ちょっと印象に残った、え8、ー、冊目だったりします。え友、ー、達幻想、えー、菅野仁さんです。はい、えー、9冊目です。 えー、9冊目は筒井康隆さんの、えー「旅のラゴス」です。 まあこの本は割とね、あの、ジブリが以前はこう、アニメ化するかしないかみたいなことがうざつなったりとかで、まあ、結構、えー、有名な本だと思いますし、よく読まれた方もいると思うんですけど、いや、この本もね、ちょっとびっくりしましたね。あの、つついさんは僕は、あの、個人的なの大学の先輩だったりするっていう、まあ、ちょっと一方的な、えー、尊敬してる部分はあるんですけど、まあ、やっぱりあの、なんとなくあの、えっ、ー、と、時をかける少女、 というふうなね、あの、正直、あの、思い出す人もいるかもしれませんけど、僕的にはちょっとこう、うーん、まあ、ゲンダーアート的というか、実験的であったりとか、あの、作風がとにかく毎回違うみたいな、そういう挑戦的なところですよね。そこに魅力を感じて、結構気づけば、 割と結構、うん、あのー、読んでる方が多い方なんですけども、えー、この旅のラガスはね、あの、初めて読んだんですけど、いや、ちょっとびっくりしましたね。あの、そういう、こう、ちょっと変化球というか、まあ、SF とかね、なんか、のされてる方ですから、いろんな、こう、投げてくるものでは違って、いや、まあ、ケシュリュリタンって言うんですかね、なんか、あの、主人公の性格といい物語としても、本当こう、王道すぎるぐらいってびっくりしました。なんかこう、 この物語というかストーリーが嫌いな人はいないんだろうなっていうぐらい、うん、なんかあの、まあ、多少ね、なんかあの、えー、SF 的な要素はありますけど、決してそれがメイン出るわけではなくて、本当に物語の普遍性が強い作品だなというふうに思いました。で、逆にやっぱり僕なんかはあの、えー、勝手に考えてしまうんですけど、これはこれで、多分そういうこう、うん、物語の部分に関してはあえて、 えー、王道かつ、えー、と余計な情報をどんどん削ぎ落としていってでこれは読者にあの作者の意図ではなくて読者自身が、えー、自分の物語書で想像する余地をあえて作ってるっていうことなのかなというふうに、えー、読んで思いました本当にねなんかあの若い時から彼がまあ人生を終えるまでの え、本なんですけど、えー、ラゴスっていうのが主人公の名前なんですけどね。あの、ラゴスの旅じゃなくて、旅のラゴスっていう旅の部分が先に来ているのは、そういった、えー、読者が自分の人生と重ね合わせて、若い時は若い時のラゴスかもしれないし、年を取ったら、えー、接種を置いた自分として考えるみたいなところかなかと思いながら、なんかあの、うん、これはあのー、好きな人多分多いだろうなと思ったし、まあ、いつ読んでも、まあ、読み返してもね、なんか、 気づきがある本じゃないかなというふうに思いました。なので、そうですね。まあ、本としても読みやすい、読む分には読みやすいので、えー、なんかこう、一人旅に出かけたりとか、旅に出かけるときに読まれない方は、えー、持っていただくと、なんかちょっといいんじゃないかなというふうに思いました。あとはまあ、そうですね。私もそうなんですけど、えー、自分の人生の後半戦ですよね。後半戦で、なんか今までの青春期みたいなことを振り返りたい方なんかには、 ちょっとこう、読んでみるのもいいんじゃないかな、というふうに思いました。そんな、えー、9冊目になります。旅のラゴス、筒井さんです。はい、えー、最後10冊目になります。えー、死ぬ瞬間、えー、E. キューブラロスですね。えー、この本は、あの、僕、医療関係の友達が、まあ、友達がいまして、いわゆるあの、終末期医療ですね。 あの、ターミナルケアの中で、この本のことは知っていたんですけど、えー、今回初めて、まあ、全部そうなんですけどね、読んだんですが、いや、あのー、個人的な事情を言うと、あのー、そうですね、あのー、まあ、5年ぐらい前に、えー、実の父親であったりとか、まあ、親戚を亡くす経験があった時に、割と、えー、終末期の人間と向き合う時間があったこともあって、なんかやっぱり、 えー、この本自体は、えー、1969年に発刊されていて、えー、当時40代だった著者が、えー、200人近く、うんあのー、もう死を迎えるしかない方をと面談する中で収めれた20人の死の瞬間までの、えー、エピソードが、えー、それぞれ段階を踏んで、えー、紹介されているんですけど、まあ、やっぱり、あのー、そうですね、やっぱ自分の経験と照らし合わせて、 いやーね、ページをめくるのが結構重たいというか、何回かやっぱりちょっとフラッシュバックというか、えー、読み進めるのが止まってしまった本だったりとかします、まあ、そのぐらい自分にとっては影響を与えた本なんですけど、まあそうですね、うん、あのー、まず思ったのが、えーまあ、この本は影響力がすごくあったらしいので、やはり非難も多いわけなんですが、それでもやっぱりあの死がもう決まっている方っていうのは、なんかやっぱりみんなこう、 まあ僕もそうだったんですけど、なんかそれで、えー、デリケートったら聞こえはいいですけど、どっか予想しきかったりとか、向き合うことを避けてしまうところがあったんではないかなというふうに僕は思っているんですよ、自分を含めて。でも、えー、やっぱり、ね、あのー、当然こう、自分が死ぬことを知らない人もいれば、もう死ぬことを分かってる人もいるんですけど、やっぱりその人たちが望んでいることは、話を聞いてほしいってことだなってことは本当わかるわけですよ。 ま、その中で、えー、この本の中では、まあ、えー、その段階というものを、まあ、不安、恐怖、希望、絶望みたいな、なんかそういった形の、ま、段階を踏んで説明していて、死は大体、そういう段階行くっていうふうに言われてるんですけど、まあ、そこではなくて、なんかあの、うん、あの、語られるエピソードっていうか、やっぱり変、そんなにこう、編集されてないというか、読みにくい部分もあるんですけど、なんか本当に、 えー、もう1969年ですから、もう本当にもうちょっと前の方になりますけども、本当にリアルというかね、なんかあの、そのもんじゃないですか。なんかあの、自分が死んでる時に変にこう、合理的に理論整然に喋る人ってまあいないと思うので、なんか、そういったリアルさってものは個人的にはものすごく伝わってきたし、なので、やっぱり、えー、自分自身の過去であった、過去のまあ経験であったりとか、もしくは自分がそういう立場、 ですね。なった時にどう思うのかなとか、どういうことを思うのか、あどういうことを希望するのかな、家族とか、医療関係者に対してって意味では、ものすごく、あの、えー、そうですね。あの、思いました、まあ。あとね、やっぱりあの、40代だった著者が、これを本当にこうし、してくれたことがすごいなと思っていて、僕は今40代なんですけど、まあ、そういった同世代的な意味で、なんかあの、彼女がそれをやってくれたおかげで、えー、これが、まあ、対面の力の大事とってことを伝えたことは、 もちろん間違いないと思っているので、えー、なんかそこに敬意を払いたいなと思って10冊目として紹介しています。えー、まあね、医療関係、特にあの、終末期医療、ターミナルケア、介護関係者の方っていうのは大体もうこの本は読んでるかもしれないけど、まあ、やっぱりそうではないけども、やっぱ中高年になって、えー、ね、いろんな健康面の不安であったりとか、もしくは今後の人生について悩んでいる人、まあ、自分にしてのことで悩んでいる人、あるいは、やっぱり、 えー、親ですよね。親の介護とか、そういったことについて、なんかこう、介護やもしくは親のまあ死とか、えー、医療に関して悩んでいる人は、まあ、やっぱり読んでみてもいい本じゃないかなというふうに、個人的には思いました。えー、10冊目、えー、死ぬ瞬間、えー、死とその過程について、EQ ブラーロスです。